ここから出る。大島家さん、これはカートなんだよ。あ、車。車はこれカートなんです。2階建てで。今ないの、これで今のが。ね。あ、空母戦車。これ今、日本戦車がないんだもん。あ、そっか。自動戦車もさ、これ今ないのよ。おー、豊岡線。私はこの12番というのをずっとこなってたんですよ。こんなにいっぱい走ってたんですか、ね。最盛期、さっき181.いくつとかですね。そう、この12番、昭和35年ですから。これですね。これも新宿からこうなって。ほぼ中央線ですね。そうで、こっち来るけどこっちの線路の方が私は好きだったの。なぜかってさ、これ九段上から九段下あそこのところをさ、あの坂を、坂をさ、都電が降りてくるわけで、それがジェットコースターみたいな。いいですね。靖国神社のところから、あの通りか、でもさ、ところはどことか入ってくるわけだって長崎の、あー、いますね、あるじゃない、車庫の、あそこはさ、ちょっと見せてください。どうぞ。あ、これあれですか、平行移動機。いや、この先にあるやつ。ですかね。あ、そうですね。平行移動機。
あれ？来場記念品ですか。何が見えるんですか。今は幻と言われている6000型。これ？あ、6000型って書いてありますね。台車がもう時代感じますね、これ胴体構造とかできないですかね。これは動かない。多分この2台は多分世代構造の。地図もさ、こういう風になってんのすごくない。これ確かに凝ってますね。ここにさっきのスライドのやつがある。ストラバーサー奥の車両基地も近いですね。歩けるんだ。歩けますね。見える。これ？これで平行に車両を運ぶやつ。はい。なんだっけ、何？トラバーサー。トラバーサー。いや、そう、こうやってこうだよね。なかなかさ、これ動いてると見たいな。朝来ないと見たい。多分朝じゃないか、そっち。朝か夜ですかね、動くのは。今日いいですね。いやー、メルクインで。これ昔そう平行やつあったよね。メルクリーンのやつあれ欲しい。トラバーサー欲しいんですよね。でももう今製品ないでしょ。製品としたのかな。誰が持ってんのかな。いやこれはいいですね。おお。伊藤健壮さんですよ。Thank you.